はい、どうもこんにちは、ホッセルと申します。ドラゴンクエスト 11S 過ぎ去りし時を求めて生放送でプレイしていたんだけれども、とうとうね、いよいよ本編ラストのウル動画戦を残すのみということになりまして、エンディングのムービーの一部とエンドロールが配信禁止区間らしいので収録で行っていきますね。まあ、適座ね、ブラックアウトさせながら動画の画面と音声をやっていこうかなと思います。はい、ではこれまでのあらすじ、これが最後のあらすじのテキストになるのかな。魔王ウルノーガを倒すため天空魔女に乗り込んだホステルたちは行く手を阻む六軍王の邪竜軍王ガリンガ、魔軍司令ホメロスを倒し城内を進む。魔王がいる頂上近くまでたどり着いた一行だが、ホメロス率いる六軍王が復活し仲間たちが拘束される。しかしホステルと共に戦うという仲間たちの決意が力となって拘束を跳ねのけ、六軍王をも消滅させる。グレイグを超えるまでは死ねないとホメロスは生き残るが、お前こそが俺の光なんだというグレイグの言葉を受け、最後は消滅していく。六軍王を倒したホステルたちは全てを狂わせた元凶魔王ウルノーガの元へ向かうのであった。はい、ではやっていきましょう。まあ戦闘に入る前に一度スキルパネルとか、あとは装備とかね、しっかりと吟味してから万全の体制を整えていこうかなと思うわ。まずは今現在の装備、ここまでストーリーを進めてきた装備をご覧いただいて、でそれで少しカットしてからね、新たに作った装備をご覧いただいていくって形にしようかな。これがもう本当に戦闘からグレイグ、主人公、神、セーニャっていうのがメインのパーティーでやってきて、装備とかも全然錬金してないからプラス3とかにもなってないし、アクセサリーに限っては多分ね、ほとんど変えてね、世界崩壊後から。だから改めて各キャラクターの装備などなどを吟味しつつ最後の戦いに入っていくっていう感じだよね。まあ、武器とかはね、手に入れたら変えてるんだけど、この竜の鱗とか明らかに弱そうなアクセサリー普通につけてるからね、まだ。はい。というような感じの、しょぼい武器防具と、全然考えずに伸ばしてきたこのスキルパネル。っていうような感じでやってきました。で、これを少しね、作り変えて最終決戦に臨んでいきたいなと思います。おそらく、戦闘パーティーは、神と聖女は確定で一軍ね、あとはどうするかっていうのをスキル等々解放させてから考えていきましょう。まあ、少しポイントとかも余っちゃってるけどね、スキルリセットとかも使っていきつつパネルを改めて再構築して、まあ、強力なものを残しながらね、残したり覚えたりしながら進んでいくっていうような形でいきましょう。はい、という感じだね。まあ、主には装備とスキルの変更が、主の、ここから先の変更点になっていくかな。はい、ということでカットしていきますね。はい、それじゃあ、カットして準備整えましたので、いよいよウルノーガに入っていきましょう。まあまあ、2時間ほどちょっとかけていろいろやったんだけど、錬金とか。で、装備は今こんな感じになってる。まあ、基本的には、打ち直ししたっていう感じかな。そしてグレイグに関してはこのジェネラルブーツと大天使のブーツの効果で1回休みを 90% で防ぐような仕様になってると。で主人公、あれそうだ、スキルパネル調節してたら一旦2頭外れちゃったんだこれ。はい、勇者の剣、星屑の剣、あとは基本的に打ち直しただけなんだけれども、癒しの腕はこれ2つ装備することによって多分毎ターン50回復するんじゃねえかな。アクセサリーしょぼかったからね、一新して癒しの腕は ×2 でいきます。主人公はで頭装備に関してはね、ねえのよ。はぐれメタルの頭錬金で作れるんだけど、今この場でちょっと作っちゃうのももったいねえかなと思って、頭が少し弱いけれど、まあこれで妥協するしかないっていう感じで、神もいろいろ触ってたんだよね。それで2頭ちょっと外れちゃってるけど、メテオジマジックチャクラム、まあ基本的にはプラス3にしたって感じかな。で、神は行動を妨げられたくないんで、
大電子のブース ×2 で、一回休みの攻撃使ってくるかどうか知らねえけど、守備力も上がるし、まあいいでしょうと思って。これでいく。で、セーニャは、まあ少しこの下流の盾とか作ったりとかして、ちょっとだけ変わってるね。まああとは、大現象ブーツはセーニャも持ってる。一つしか装備してないから 50% でしか防げないけど、星フルでまで先行して回復入れたいからね。こんな感じで。で、シルビアは、まあ、こっちもあんまり防具は変わってないんだけど、アクセサリーがね、このハンサムスカーフかけるに、まあ、魅力が上がるから、本当は大天使とブーツでもいいんだけれども、大天使かける2でもいいんだけれども、同じものばっかり作るのもね、天使と相馬がもったいない。で、次、マルティナちゃんね。この、麗しの戦記一式。これ来ましたと思う。これ可愛いっすね。この、スタイルの良さが際立つね、これ。作ってみて思った。いい、これ。勝ったな。もう、ルドーガを滅ぼしに行く気満々のね、この、戦闘的なスタイルね。で、輝く息と灼熱の炎を使ってくるかもしれないからね。今までのシリーズのラスボスから言うと。だから、ネスタのイヤリングと吹雪のイヤリングで、まあ、軽減していこうかなっていう、このアクセサリーの組み合わせね。で、じいさんに関してはね、まあ、表に出るかどうかわかんねえから、まあ、とりあえずプラス3にしたっていう感じかな。はい、それでやっていく。あとスキルパネルね。で、あのね、セーニャ、シルビア、マルティナ、ローは大きく変わってない。グレイグに関してはね、少しこの片手剣とか、両手剣とか進めてたのをリセットして、この英雄、じゃないな、斧スキルの、これ、鉄鉱山っていうやつを取った。この斧武装の、斧武装じゃない、なんだっけ、兜割りの上位互換かなと思って取ったんだけど、まあ、これ使っていってみようっていうことで、これを取得していく。で、主人公に関してはね、一旦この上の部分のギガブレイクとかギガスラッシュとかを、一旦消して、で、剣の前、覚えたのと、あとはね、この勇者パネルの右の方を攻めていった。まあ、ちょっと回復ができるようにね。だって、ベホバズンとか、ベホバとかって、完全に回復だからね。これ、回復魔力に依存してないから、これすげえと思うわ。まあ、つってもこれを覚えさせてるんだけど、少し回復寄りになったって感じ。主人公に関しては。で、カミュは、一旦ね、多分これ、重いんのよ。ボスに対して使うのは。メタルキング狩りとかで使う分にはいいと思うんだけど、会心ヒッチを一回忘れさせて、で、いろいろ触ってたらね、ここのパネルにヤバそうなのが入ってたから、ここ目指したい。で、いかんせんまたちょっとスキルパネルが、開けるだけのポイント足りてないからいけてないんだけどね。はい。ここに入ってたのが相当ヤバそう。このね、2頭の心得の上位互換みたいなのが入ってたのよ。いろいろいじくり回してたら。ここをぜひ行きたいなと思って。で、そういう感じかな。はい、それではやっていきましょう。いよいよウルドーガ戦ね。エンディングは配信禁止区間なので、まあ画面も BGM も全て消すことにするから、退屈な画面になるかもしれないけれどもね。まあ俺のエンディングを見ている時の反応を聞きたいというね、奇特なリスナーさんがいらっしゃるのでね。画面は暗闇の中、俺の声だけを聞かせるというね、この拷問のごとく、のようなこの動画になってしまうけど、まあそもそもウルドーガに勝ってから言えっていう話だね。勇者の名を継ぐ勝てるかどうかわかんねえから。エンディングの話はウルドーガに勝ってからだわ。万物を作りし。ボイス自動送りをオフにしておきたい。エンディングでいちいち反応したいからね。それに喋りながらだったらテキストとか読めずに、なんか話分かんなくなっちゃうかもしれないからね。の根源、大樹の魂を得た我にと。一旦音声自動スキップオフにして手動で飛ばしていきましょう。吹けば散る一葉に等しい。あれ勝手に進んでる。ちょっと待って、ボイス自動オフ利用。あ、今これでオフになってんだ。なんか赤いモヒカンからだいぶ変わったね。見た目がイケメンになったわ。その切れ味の悪そうな剣を使って襲いかかってくるか。あと面構えは変わってね。
ただ髪の毛が寂しいことになったわ。センターにしかなかった髪の毛が。その目、かつての勇者たちを。そして筋骨隆々になっていく。これがむしろ本来の姿なのかな。気に入らん。俺はおめえが気に入らねえわ。俺のベロニカちゃん殺しやがって。こいつ許さんぞ。設定葬り去ってくれるわ。あのね、ゴールド銀行にお金預けてくるの忘れたから負けたくないんだよね。しぶとくももがき続ける人間どもね。さあ、どんな攻撃を使ってくるか。オータル我が貴様らの無黒に刻み込んで。どんな状態異常とか使ってくるかがまず気になる。輝く息と灼熱のものを絶対使ってくるよね。絶望な今までのシリーズで言ったら。問題は状態異常何を使ってくるか。さあ戦闘に入っていく。魔王ウルノーザが現れていく。まるでこの剣が本体かの言わんばかりのこといでたちね。でまずセーリアはどうしようかな。キラポンから入っていくか。自身にキラポンをかけるところから入っていく。ああだけどこれなんか使った方が良かったな。連携ゾーンの偶然だけどゾーン持ってる状態から始まったから。神はもう本当に攻撃だけしていく。でグレイグどうするか。鉄鋼弾早速使っていってみるか。あだけどバフ入れるのもありだな。ちょっと待って、いやでもまずは鉄鋼弾か。神のブーメランの攻撃を最大限に生かしたい。かなり下げていくんだ。いいですねこれ。悪くない。剣の眉を覚えたことによって火力上がってるから、ここは攻撃入れていくか。いいですね。いやどうなんだろうこれ。おっとーやめて。いや親の仇と言わんばかりに聖奈に連続攻撃してきたんだけど、え切れたと思ったら速攻でゾーンに入った。ははは、マジっすか。ここは回復しないとまずいな。自分にしかキラポン入ってないけど。いや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 、流れ悪しでは。ちょっと待てこれ、グレイグあと一旦でゾーンが切れるから、とりあえずゾーンを使っていこう。全ての攻撃を無効にするときをグレイグは使える。これで少し粘れるね。これ使っとこう。これを使ってグレイグに全ての攻撃を受けさせる。しばらくの間、その間にバフ入れてこう。メルカダールの名にかけて。パラディンガードね。でセーニャは殺したくないから危ないんで一旦回復。オーブの力を使ってくる。あ、そういえば全てのオーブの攻撃を使ってくるっていう風におっしゃってたね。神の分身消えるの痛えな。何してくれてんの。もう一回分身していく。聖夜は、いやー、次のターンの神の行動に備えてここバフ入れとくか。絶対手つく波動とか使ってくれよな、ラスボスは。その程度か。剣の前、ウルノーガの影ランダム切るんだよねこれ。あ、敵1グループか。この影の体力が一体どのぐらいなのかが気になるところ。さ、早速使っていくか。パラディンガード、エルカダールの名のもとに。影も出てるから、あ、だけどこれ周りのやつに来る攻撃まで完全に受けられるわけじゃないんだ。異様立ちみたいな効果も同時に発動するのかと思ってる。違うみたいだなこれ。少し思ってたのと違った。いや FP 吸い取ってくるのまずいねこれ。さあカンビューは動ける。デュアルブレイカー、影から殺すか。もちろん、ういえ、デバフ入れたい。何か使えるか。ラリホ効くのかなこれ。だけど
せいぜいさ、ボス格って聞くって言ったら、多分、ね、毒ぐらいだよね、おそらく。毒とか、あと眠、まあ、眠りか。ラリフォーバー。ワンチャン聞くかもしれないけど、どうせ、上大乗入れるなら攻撃と同時に、入れていきたい気持ちはある。あ、スクルト入ってるから、防御力戻っちゃったんだ。で、こっちも入れるけどね。スクルト。アルテマソード。いいですね。グレイグに来てくれた。これはありがたい。これはラッキーといったところか。で、ギラポンをどんどん入れていく。ブルノーガの攻撃、完全に一旦無効化した。これパラディンガード使っておいて価値は十分にあったといったところだな。よし、さらに分身して神の攻撃を加えていく。主人公動ける。剣の舞。本当はヤバくなったら主人公も回復要因になるから、あんまり MP を使うのはどうかと思うが、パラディンガードあと一旦か。スクルトもう一回入れとこうか。アルテマソードも軽減できるのかな、スクルトで。いやいやいや、パラディンガード中のグレイグにばっかり攻撃してくる。これありがたいね。いいですね。聖なのキラポン消えていく。レオマラ重てえな、これ32か。これ消費 MP を軽減するようなアクセサリーとかないのかな。とりあえず一旦キラポン入れとくか。スクルト入ってるし、物理攻撃だったら落ちないでしょ。で、分身した後の神はどうあがいてももうデュアルカッター一択。それ以外にありません。主人公に回復させるっていう手もありだからね。回復要因としても攻撃要因としても器用に立ち回れる立ち位置だから。さあ、パラディンガードの効果が終わっていく。十分にその役目を果たしてくれたと言えよう。スクルトは2回入ってるから、ここはもう一度オノグソをしていくか。オノグソじゃない、なんだっけ、鉄鉱山か。あ、体力だいぶもう減ってる。第2形態まだあるんだよね。コメント欄でいただいてたけど、第1形態、第2形態があるみたい。第3形態があるかどうかは知らん。おっと、バフを消してくる。とうとう使ってきやがったな、バフ消し。やっぱりあるか。まあ、振り出しに戻ったと言えよ。だが貴様の体力はすでに減っている、まあ、こっちの MP も減ってるけど、お互いに少しずつ消耗したところといったところ。ちょっと、あ、主人公か、よかった。神かと思ったわ、びっくりした。グレイグはどんどんバフ入れてこ。でも神一人で攻撃しててもいいかもしんないな。え、いや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 、そういえばキラゴルドこんなん使ってきたな。味方一体に対して火力の高い攻撃を使ってくる。だって神は攻撃するしかないからね。いやー、デバフ効果切れた途端に与えられたダメージが一気に減ったな。ベホマの消費 MP も重たいんだよね。やめて。あ、これあいつだ。海のやつが使ってきた攻撃だ。しばらく受けるダメージが増える。鬱陶しい攻撃ね。この時攻撃食らったら一発落ちるかもしんねえな。あ、そういうのよく考えたら、神秘賢者の意思持ってたんだったな。これ、どこかのタイミングでうまく使っていきたいけれども、分身の次のターンは攻撃したいんだよね、ぶっちゃけ。あ、もしかしたら賢者の石もさ、三段構えになるのかな、これ。だとしたらかなり美味しいけど、まあ、とりあえずさ、バイキルト入れていきたいよね。そうだそうだ、分身ができるのは攻撃だけとは限らねえんだ。よく考えたら。すべての行動が、ここはやることねえからゾーンヒッチュ。一人ゾーンに入れば味方もゾーンに入りやすくなるらしいから。だからゾーンヒッチュは結構ありがたいかもね、効果を考えたら。いや、単体攻撃の強力なところが2回連続でやってくる。そこでセーニャがゾーンに入っていく。キラキラポン、これいらねえかな、ワンちゃん。あ、でも黄金化も防げるのかな。ゴールドオーブばっかりに使ってくるとは限らないからね。
そもそもキラポンあんまり使わないでいいかもしんね。ここまでの流れだと第二形態に入ったらどうなるかわかんないけど、いや第二形態やるんだったらここでカルグ使っていくのってあんまり良くないんじゃねえか。できる連携が聖なる祈りか。ここはじゃあやめといて、まあ、控えにもバルティナとか火力高いキャラクター控えてるから、まあ、ダメージ源としてはまあまああるんだけれども、賢者の聖水って入ってたっけアイテムに。魔法の あるね。よし、それならまあまあ継戦能力はあるから戦えそう。とりあえずデバフ、いや入っていかない、まずい、痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬって。赤い霧晴れていく、いいですね。神か、賢者の石一回使ってみるか。どのぐらいの回復量なのかっていうのを知っておきたい。100ぐらいか。だけどこれは MP 消費ゼロで使えるっていうのはかなりでかいと思う。聖者どうしようかな。聖者もスクルト使えるんだよね。だけどもう2段階まで入ってるから、ここは主人公あたりにバフ入れるか。次行動するでしょ。でバフ入れた剣の前で一気に攻め立てていく。よし、とりあえずまずは俺の勝ち。ここからだ。おい新刊よっち、今のうちに回復しろ。でんで早く来い、頼む。膝をつかせるとは、さすがは勇者の名を継ぐ者よ。これ今のうちにとどめさせばいいんじゃないの。だが禍々しい姿に変わっていく。剣に宿りし力を持って全てを滅ぼさん。いや、ドラゴンタイプか、そうくるか。全然違えわ、本体みてえのがいたわ。攻撃できる部位分かれてんのかな、これもしかして。本体右で左手みたいな。わ、気持ち悪い。どっちが本体なのかわからないんだけど、邪竜ウルガーガと魔王ウルノーガか。カップル、あ、回復してる。誰が回復してくれたの。新刊ヨッチか。宙を待って移動し始めた。ウルナーガが前に踊り出た。一体どういうこと。いや、ここもう一度キラボンから入ろう。何してくるかわかんねえから。走行してるうちに神がゾーンに入っていく。いいですね、分子。ここで守備力を落としたいんだよね。あ、何もしてこない、ありがたい。ウルナーガが前に出てる間はウルナーガばかり攻撃してくるのかな、これ。よし、残念ながら敵の攻撃はほとんど食らっていない。主人公は毎ターン50回するからね。動画も攻撃していくか。ここでデバフが入るかどうかが勝負どころ。デバフが入ってくれれば、よっしゃ、神のデュアルカッターで。
デュアルブレイカーでもいいんだけど、シルビア表に出てねえからデュアルカッターでいっか。切り刻め。敵に デバフを入れる手段に乏しいんだよね。とりあえず状態上攻撃を見るまではギガポンどうしようなんかターンを無駄に使っている感もあるんだよね。その辺はどうなのか。連携何ある、まあ、とりあえず少しの間仲間全員がほぼ無敵になる。ワンチャンありだな、これ。ワンチャンあり。けど、ゾーンの最終ターンで使いたいよね、どうせなら。さあ、何に行く？鉄鉱山とさ、兜割りってどっち強えんだろう。あ、蒼天魔山あんじゃん。そういえば。単純に火力だけならこっちの方が高い。バヒってくれればありがたいしね。デバフ入れて。いや、いいです、頼んってくる。ブルドーガン次前出てくるのかな、これ。メインで攻撃してくるのがウルドーガンってことか。じゃあ今は、あ、凍結稼働でゾンビ消されてる。マジか。じゃあゾーンに入ったらもう使っちゃえばいいか、これ。こいつに関しては。わ、それ厄介だわ。ゾーンまで消してくるなんて。いや、さっきから全然恥ずかしい鎧発動しなかったのにここに来て発動していく。ここどうしよう、ゾーン一中入れるか、剣の前入れるか、そっちの方がいいような気がする。中身に対してもいい影響を与えるからね。よいしょ。いや、主力下がらない。いいえ、こっちの攻撃が届かない遠いところからメラゾーマを撃ってくる。やめて。結構使ってくんな。輝く人が来ねえな、逆に。光属性軽減とかつけてでもいいかもしれない、これ。どうしよう。攻めに転ずるなる神にバフだよね。だけど今行動したばっかりだから多分グレイグか主人公先にターン回ってくるよね。ここはバフ入れて攻めるわ。よいしょ、来い。やめて、やばい、それはまずい。どうでもこれ一旦使うのかな、こいつら。同時に前に踊り出てくる。何？え、なんとグレイグが食べられてしまった。あ、いやらしい、これ。結果的に主人公もグレイグも行動できなかった。うざ。いてー。猛毒に侵されていく。そういう攻撃か。どうしよう、ちょっと一旦守りに転じて木槍入れたいから神に回復してもらおう。スズメの涙の賢者と一緒に。木槍持ってるの聖者だよね。こういうのは早めに直しとかないとやばいような気がするから、この食べてくる攻撃がどのぐらいの頻度で行ってくるのが問題だよね。あんまり連続で使ってくるようならやっぱりキラキラポンなんだよね。あ、そっか、凍結カードを使ってくるんだ。じゃあゾーン必中使うぐらいなら覇王山使った方がいいかもしんねえな。よいしょ、不気味な閃光。どんな効果が、呪文耐性が下がる。キラポンだな。やめて。いやいやいや、無慈悲な一撃。へいってぇ。通常攻撃の頻度が少ねえよな。諦めるな。呪文を想定した防具で来た方がいいかもしれない、これ。防御力よりも呪文の頻度の方が でけえ、こいつ。とりあえず攻めていく。いや、うっとうしい、セーネが寝ちゃった。これキラポンだったわ。恐れるな、消費は必ずある。いいこと言いますな。これどっちから倒せばいいの、そもそも。ウルナーガとウルノーガ。ウルノーガを倒したら、
ウルナーガも倒れるってことないよね、これ。両方倒さないとダメだよな、多分。削ってるだけで言ったら、多分ウルナーガの方が削れてるんだよね、今のところ。デュアルカッター入ってるとこっちのはずだから。だから先に倒していけばいいのはこ、先に倒していきたいのはこっちかな。いや、ゾーンに入ったね。これまずいかもしれないな。とりあえず行動はできるから。いや、早く起きてくんねえかな。物理火力も高い。まずい、デバフ食らいまくってんじゃん。なんとデバフをまとめて、いやまずい、いやこれ行動するたびにだよね、約100か、いやこれはやっぱりキラポンだな。いや、ただ HP 自体はあるからどうしよう。ウルナーが先に落とせそうだから攻めに転ずるか。ここはだけど亀とか聖には回復しとかないとまずいかもしんねえな。一応回復しとこう。いや、睡眠耐性つけといてもいいかもしれない、これ。大天使のブーツよりか。これ、分身中だよな。使用としてデュアルカッター入れとって。うわーっと、これはちょっと火力が足りない。凍てつく波動でさ、悪い効果も消しくんねえかな。睡眠耐性入れとかないといけないね、これ。吉恵。それ。とりあえず賢者の石とメホマラで回復していきたい。せいにゃいつまで寝てんだお前は。早く起きてくれ。食ってる時に攻撃すればワンチャン吐き出さねえかな。これでどうだ。注力下げていく。食らいすぎ。ここはベホマズンの出番かな。ターンが回ってこれば。誰、カミュか。賢者の石連発しかねえな、ここは。猛毒も回復させときたいし、あ、せいに起きてよかった。猛毒の回復よりも全体の回復の先だわ、これ。通常攻撃の威力も高い家。よし、通らない、いいですね。グレイグもベホマ使えればな。いや、自己スパーク使ってくる。いや、防戦一方なんだけど。麻痺も発動するのか。やべ、これ何もできん。どっかのタイミングでキラポン入れねえと。そのうち事故るね、これ。それかせめてウルノーガかウルナーガのどっちか一体落としたい。ウルナーガそろそろ落ちそうだよね。ここは覇王山行くか。落とすのを優先する。ただ基本的な HP が高えから、名前赤まで行ったところでまだ高いはずなんだよね。いけるか。足を竹が上げてくる。そこまで強くない。せいにはもうベホマラでいいわ。他のキャラクターに攻撃させよう。神はまだ動けない。あ、そっか、
毎ターン50回復するから猛毒の分それでカバーできるんだ。とりあえずウルダーガ落としたい。もちろんダメか、まだ死なない。それ嫌い、それ嫌い。あ、来たね、灼熱の炎。あれ灼熱の炎とか輝きに使ってもねえのと思ったけど、使ってくれ、まずいね、こうゾーンの攻撃マジで厄介。ワンチャン落ちねえかな、頼む。よし、いいですね、これであれ使えねえでしょ。ジバリアのあの全体のやつ、パッシングポイントだな、ここが。ここは神にバフ入れて、麻痺ってんじゃねえか。ここで麻痺を回復するのが持っている男と、持っている男の証と言えよ。さあ、回復するがいい。え、これ生き返るんじゃね？あー、びっくりした。ウルナーが生き返るかと思ったわ。ビビらせやがって。よーし、いいですね。持ってる男は違うといったところか。さあ、おねんねの時間だ。ご機嫌だぜ。ご機嫌になっていく男。で、ここで全員ゾーンに入っていく。守備力下げたいよね。守備力を下げてこそ、最大限にデュアルカッターの威力が発揮される。いや、これも9割方勝ちじゃね？全員ゾーンだし。どうしよっかな。いやーだけど、まあ、ここはベホマラーだな。カミュが動いてくれれば。いや持ってない男だわ、残念ながら。持ってなかったか。少しの間が全員が無敵になるって、これも気になるんだよね。早くササンネン入れてみるか。動けない仲間にいるため使えない。残念でした。ちょっと鉄鋼弾で守備力下がんないね。デバッグ入んないのかな。恥ずかしい呪いが発動してたらダメなんだこれ。まあゾーンのターンはもうしばらくあるから、ここはステータスアップの恩恵を受けながら攻めていこう。言ってる様からいてつ稼働を打ってほしいやつめ。クソすぎるだろそれ。もう一回バイキルト入れていく。で、神もう一度見せてやるぜ。そろそろブレイクの主人公の MP つきそうだから、そろそろ落ちてほしいところ。落ちろ、よっしゃ。だがしかしまだ落ちない。と次デュアルカッター発動できればこれで勝ちじゃね。守備力下がってくれれば。よし、これもほぼ勝ちでしょ多分。デュアルカッター入れば多分これで倒せるわ。麻痺ってんじゃねえか、いつの間にかお前は。まだまだ戦えと、永遠に戦い続けろと。分かった。さあ守備力の落ちたところに渾身の剣の舞、倒していく。お怪我はありませんか？これでいいのか？魔王の剣を手に入れた。え、まだ何かあんのかな？あ、唐突にエンドロールなっちゃったな。これ BGM だけは流していいかな？画面はダメだろうけど。あ、ね、エンディングの展開は見入っちゃって全然喋ってねえので、エンドロールまでカットした。いやー楽しませてもらったね、ドラゴンクエスト11。本当にありがたいと言ったところか。進めてくれてありがとうね。これ視聴者さんのおすすめのゲームだったんだよね。もともとドラクエのシリーズはほとんどプレイしているんだけれども、11発売当時は PS4 持ってなくて、
で、スイッチ版が発売した後も、なかなか手出せずにここまで来てて、で、10月ぐらいまでやってた、プレステ4版の 11S 発売に先駆けて、スイッチ版が半額ぐらいだったかなって買えたんだよね。それを機会に買ってプレイしたんだけれども、よかったね、これ。キャラクターも立ってるし、敵も憎らしいし。シリーズの中でも、自分の中ではかなり上位に入る評価だな、これは。まあ、それでも、老害の、古参フル株から言うと、5にはやっぱり及ばねえかな、どうだろう。これ5一番好きなんだよね、ストーリー。プレイしたのも多感な時期だったからっていうのもあるかもしれないけど、感じるものが違ったわ、5最初にプレイした時は。まあだけど、自分が結構ね、RPG に求めるものってストーリーの長さだから、その点で言えば、超大満足。しかもクリア後の要素もかなりあるらしいしね。で、今はこれ配信禁止区間だけれども、今、画面にはね、今までのストーリーのイベントみたいなのが流れてるわ。この後は、裏のストーリーに入っていくらしい。そこからがまたね、結構なボリュームらしいね。そこはまた生放送でお届けしていくんで、ここから先はもう配信禁止区間ってないよね、多分。本編のエンディングと、あとはボイスドラマが配信禁止っていう風なガイドラインで、ここから先、裏エンディングみたいなものとかってそれでもあるのかな？そのあたりはちょっとわからないですけど、配信禁止期間についてご存知の方いたら教えていただきたいですね。いや、だけどそれにしても最後まで結局ベロニカちゃん生き返らなかったか、もう。あのね、最初、序盤の方はマルティナ推しだったんだけど、後半のね、世界崩壊後ぐらいあたりからね、ベロニカちゃんがすごい愛おしくなってきた、このロリコン実況者ね。結局生き返らねえか。いや、コメントでもさ、生放送の、ベロニカはもう生き返りませんっていう風なコメントいただいてて、なーてウスとぴょーんみたいな、グラピトが嘘をつく呪いかと思ったけど、生き返らなかったね、残念ながら。生き返って欲しかったけれども、また一緒に旅してえわ。ただね、隠しボスとかで、今までのシリーズの傾向から言うと、願い事を叶えてくれるタイプのボスがいるのよ。神様とかいたじゃん。もしかしたら、大切な仲間を生き返らせるみたいな選択肢があるのでは？と思うのだが、しかし、どうだろう。そのあたりはまあまあまあ、今後楽しみにやっていくとして、まあ、このドラクエ11、10月の半ばぐらいから週2回の生放送でプレイしてきて、プレイ時間80時間ちょいぐらいかな。やっとクリアにこぎつけたね。結果的に全滅したのは序盤のあたりだけだったけど、あとはなんとか生放送のアドバイスを参考にしながらここまでやってこれたね。ありがとうございます。誠に感謝感謝感謝の雨あられですね。これ、今、エンドロールのムービーで、その後の展開みたいなのが流れてる。これもう一回吟味してえな。これベチャベチャ喋ってて、全然ムービー見てなかったけど、ま、そのあたりはね、配信禁止区間なんで、ぜひともね、ご自身の目で確かめあれといったところか。もう発売から3年経ってるけど。いやー、とりあえずよかったよかった、ここまで来れて。だいぶ楽しめたし、これからも楽しめる。ここから先はとことんやりつく戦いになるね。今ね、人々に幸せが戻って、どんどんね、いろいろな街が復興していってる画面が流れてるわ。まあ、これはだけど、
いやだけどこれムービー見てねえとな、もしかしてドラゴンクエスト6の時みてえにエンドロールの画面に何かしらのねアイテムのヒントとか隠されてるかもしんねえからな。これ過去のシリーズを踏襲した部分がたくさんあって、 BGM とか既視感のあるイベントとかもあるし、だからエンドロールにも何か隠されてるかもしれない。しっかり見とかないとね、喋りながらも、まあ、マルチタスク人間じゃねえから喋りながらムービーを見るっていう器用なことなんてできねえんだけどな。それでなんか今後ドラゴンクエストモンスターズでもカメとマヤが主人公のやつが出るんだよね。開発中なんだよね。それも非常に楽しみだわ。そしてそしてそして今から年末年始にかけてスクエニさんのセールあるよね。 FF シリーズとかドラクエシリーズとか過去作スイッチ版 30% オフとか 50% オフとかで買えるものとかもあって、俺この生放送でも散々言ってきたんだけど、ドラクエ3をやってないのよ。これを機会に触っていくっていうのもありかもしれない。他にもほとんどのシリーズ配信されてるから、ドラクエ FF もう一つずつ手を出していくっていうのもありかもしれないね。あのね、過去に遺恨を残してる作品結構あって、 FF と5と 6FF シリーズクリアできてないんだよね。プレイしたんだけど、いずれも難易度の高さ、ボスで詰まってクリアできなかった5と6は。6は難易度の低めのシリーズって言われてるんだけど、クリアできてないんだよね。6は。ドラクエに関してはクリアできなかったタイトルっていうのがなくて、単純にプレイしていないタイトルっていうのがいくつかあるから、その辺も触っていきたいところではあるね。まあ、ともあれまだまだドラクエ 11S は楽しませていただくので、買うだけ買ってやらないっていうような感じかもしれないけど、はい。というわけでエンドロールが間もなく終わりそうだね。ここで一度セーブできるのかな。いや、最後の最後ちょっと意味深なワンカットあったぞ。これあーだっす、あーだっす。最後ちょっとヨッチ族が出てきて、なんか意味深な、なんか光り輝くモニュメントみたいなものが出てきたんだけど、これ調べれば今後何かしらの裏の展開に行くのかもしれないね。はい、冒険を記録していく。だけど今のどこだったんだ。あのね、多分配信禁止区間だから画面はカットするけど、どこだあれコメント欄で教えてくれ、頼むぜ。はい、というわけでザ・エンド、はい、 G エンドだからな。To be continue なんだ、続く。これでオープニングに戻るのかな。どうなんだろう。ああ戻ったね。はいはい、というわけでドラゴンクエスト 11S 本編の実況プレイ、生放送も含めてここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ぜひともね、ベロニカ推しの皆さん高評価、あとキモいロリコンクソバカ死ねって思った人も高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。では今日はここまでにして、また生放送でお会いしましょう。ここから先もまだまだ冒険は続くんでね。で最後の最後で、主人公たちはベロニカの死を悼んで聖地ラムダに集まっていた To be continue みたいな、そういう感じのメッセージが流れたのって、聖地ラムダからスタートすることになるでしょう。冒険の書だけちょっと見てみよっか。はいはいはい。仲間たちの帰郷、星が一つついて、まあ、クリアデータっていうことだね。一応この魔王と戦う直前のデータも残しておきましょう。というところで今日のプレイはここまでいたします。ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。あ、もしね、これ、断片的にムービーカットするんだけれども、あの、配信禁止区間、ここからもう配信禁止区間だよっていうのがあったら、あのコメント欄で教えていただきたい。もう即あの修正して編集したものを再アップするんで、
警告だけは勘弁だわ。はい、ということで、はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また生放送でお会いしましょう。ではさようなら。